もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。信子とおばあちゃん、天城越えなどの名作で知られ、演技派女優として数々の作品で活躍する大谷直子さん、息子とヌード撮影の噂やガンの噂があり話題を集めました。今回はそんな大谷直子さんの噂の真相、現在について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1950年4月3日生まれで、東京都のご出身。大谷直子さんは芸能界とは無縁の家庭で育たれ、 OL に憧れるごく普通の少女だったそうです。高校1年生の時、岡本喜八監督が戦争を題材とした映画「肉弾」を制作するにあたり、おさげ髪とモンペ姿が似合う少女を募集しているのを大谷直子さんの知り合いが見つけ、内緒で大谷直子さんの写真を送ったというのです。自分の知らないうちに応募者300人の中から選ばれていたということで、さぞ驚かれたことでしょう。大谷直子さんは当時のことを振り返り、演技も何もわからず、この映画だけのつもりで出演したんですと語っておられました。しかしこの映画での演技が NHK のドラマ制作者の目に留まり、大谷直子さんが高校3年生の時、なんと NHK 朝の連ドラ「信子とおばあちゃん」のヒロインに抜擢されたのでした。ドラマは高視聴率を記録し、大谷直子さんは大ブレイク。これがきっかけで人気女優となられたのでした。それ以降は多数の映画やドラマにコンスタントに出演されています。大谷直子さんは現在独身ですが、過去に2回結婚されています。1人目のご主人は俳優の松山誠二さん。3枚目から狂気に満ちた殺人犯まで多彩な役柄を演じることができ、幅広い演技に定評のある俳優さんだったそうです。現在は俳優としてのお仕事はされておらず、日本俳優連合専務理事となられているそうです。お二人は1971年にご結婚され、二人の娘さんに恵まれましたが、3年後の1974年に離婚。離婚の原因は大谷直子さんが俳優の近藤洋介さんと不倫したためだと言われています。古い話なので詳しいことは分かりませんでしたが、お子さんは大谷直子さんが連れての離婚だったそうで、松山さん的にはかなりきつい出来事でしたね。その後大谷直子さんは1979年に再婚されていますが、お相手は近藤さんではなく俳優の清水浩司さんでした。清水さんは文学座の研究生を経て、串田和義さん、吉田秀子さんら14名と劇団自由劇場を旗揚げされ、その後劇団黒色テントの結成にも関わるなど、演劇界で精力的に活動されていました。その傍ら映像の世界にも進出され、どんな役柄でもこなせる俳優として現在も活躍されています。しかし当時清水さんはまだ世間的には認知度があまり高くなく、一方で大谷直子さんはすでに人気女優ということもあり、お二人の結婚は話題を呼んだそうです。大谷直子さんは清水さんとの間に娘さんを一人設けられますが、1994年に離婚されています。離婚理由は演劇活動に私財をつぎ込んでおられた清水さんに大谷直子さんがついていけなくなったことだと言われています。二人の夫との間に3人の子供がいる大谷直子さんですが、花子さん以外の子供については詳細な情報がありません。そのため芸能界とは異なる世界に進んでいるようです。両親が芸能人ということで、安易に芸能界に進む2世タレントが増えてきます。そんな中で芸能界に進まない決断をした子供たち、きっと大谷直子さんが堅実な生き方をするような教育をしていたのでしょうね。ただ過去に大谷直子さんは息子と一緒にヌード撮影をしているんです。と言ってもその写真集は息子を妊娠中に撮影したもの。妊娠2ヶ月から8ヶ月の間にかけて撮影された1981年の直子受胎告知。最近でこそ妊婦姿を写真に残す人が増えてきています。ですが当時は決して一般的なことではありませんでした。それだけに大谷直子さんのこの写真集は
一大センセーションを巻き起こすこととなりました。そして写真集を発売した年の5月に帝王切開で息子を出産。大谷直子さんと息子にとっても非常に思い出深い写真集となったことは間違いないでしょう。ただ成長した息子にしてみたら気恥ずかしい感じもしてしまいそうですね。そんな大谷直子さんは過去にバラエティ番組で市川海老蔵さんにの俳優に振られたことがあると自ら告白され話題となりました。もちろんその方のお名前は伏せられていますが、2013年放送当時60歳くらいの2枚目俳優で、大谷直子さんより3歳年下だったそうです。当然お相手の方が誰なのかネット上で話題となり、草刈正雄さん、萩原健一さん、松平健さんなどの名前が上がったようです。真相は分かりませんが、ネット上では草刈正雄さんがかなり有力視されているのだとか、大谷直子さんがその方を好きになってしまいアプローチされたそうですがあっさり振られてしまったのだとか、そして大谷直子さんは57歳の時血液のがん悪性リンパ腫にかかられたそうです。30代半ばからひどい肩こりや腰痛に悩まされるなど体調不良が続いたそうですが、更年期のせいかと思われ頻繁にマッサージに通うことでしのいでおられたのだとか。しかし57歳の時に突然異変が。大好きなビールを飲んだ瞬間まずく感じて飲めなくなってしまったというのです。その2、3ヶ月後背中が痛み出し、病院での検査の結果背骨が圧迫骨折していたことが分かったのだそうです。すぐに精密検査を受けるために大学病院に行くと、そのまま入院されることとなったのでした。精密検査の結果悪性リンパ腫と判明。がん細胞が骨に転移しており、そのせいで背骨が圧迫骨折していたというのです。そしてすでに臓器も腫瘍に圧迫されていたそうです。大谷直子さんはお見舞いに来るお子さんたちの様子から病状がかなり悪いことを察しておられたそうですが、それをお子さんたちから聞き出すことはしなかったのでした。実際お子さんたちには余命3ヶ月と宣告されていたとか。そこから抗がん剤の治療が始まり、その副作用で体重は33キロまでに減り、髪の毛は抜け落ちたそうです。そして凄まじい治療に耐えられ、半年後無事に治療を終えることができたのでした。しかし喜んでばかりはいられませんでした。すぐに女優の仕事に復帰することはできず、無収入だったため、これまでの貯金を切り崩しての生活が始まったのでした。人気女優だったとは思えない極貧生活を送られていましたが、徐々に体力が回復され、4年後見事女優業に復帰されています。大谷直子さんは現在も女優として作品に出演をされています。ちなみに直近で活動をされた作品としてはこちら、2021年2月20日公開、痛くない死に方。こちらの作品で大谷直子さんは女優としての存在感を見せて話題になりました。そのため今後も女優として活動をされていくのではないでしょうか。人気女優として名を馳せ、様々な恋愛をされた華やかな時代と、生死をさまようほどの大病やそれに伴う経済的な苦労をされた苦難の時代を経験され、まさにドラマのような人生を歩まれている大谷直子さん。その経験を生かした迫真の演技を今後も見せてくれることでしょう。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。